まあ最悪自分で全部倒しゃいいんだからあまり気にしなくていいか。ゼビオン王自体は体力まだまだあるし、とりあえずここの中央の、押されているか、お前も押されてんのかよ。任せといて。さあ始まるわよ。マーニャ様のお仕事よ。ピンク台風ペギラマン、とっととドラゴラもぶち込んどこ。ドラゴラマ炎のブレスをフレイ、決まった、やったぜ。終わってねえ。フェザールさん、あなたもとっととハイテンションになっておいてください。アルテマソード、全員の必殺技1回見たらもうエフェクトは飛ばそう。知るがいい。アルテマソード、終わりだな。終わらねえ。ホミロン100列拳って聞くな。ザコが何匹か出てきちゃってる。倒しきれるだろ、これ。よし。よし、よろしく。ジョー様助けに、ちょっと回復。行きます。任せといて。任せろ。あのエロジョー様がいなくなるなんて、そんな世界の損失は許されん。助けに来た。お前たちに助けられるとはな。感謝する。任せたぜ。任せるのは、任せられるのは俺だ。でかくなった。900、600。弱点に会心出た時のこの攻撃力アップめちゃくちゃ強くねえか。1100。竜のお守り、良さそうなアイテムが。この上じゃねえか、ここじゃねえよ、もう一個上じゃねえか。ここは任した、俺は上に回ってくる。ジョーさん、あんたも騙されてたろ。場所下から行けると思ってたんでしょ。いた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 、あ、なんでここ行けねえんじゃねえかっていう。いた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 。ボンナイトさん、あなたの相手は後です。まずは扉を。よし、これでもこっちは大丈夫。中央の蛇精に向かうぞ。ボンナイト倒したら帰ろう。オッケー。ジャック将軍無事かな。全然無事じゃねえけど。セザール様、申し訳ない。ジャイワール軍引くのだ。負けてしまった。敗走してしまった。まあもう片方はやっちゃってるからそんなにほどきつくはない。俺が超強いんだよ。攻撃力アップ恐ろしい。回復回復回復お願いします。任せろ。行くぞ。
よし、ちょっと守っといた方がいいな、これは。デビオン王はまだまだ余裕だ。ちょっとね、ミニアさん、もうちょっと回復してくんねえかな。行くぞ。あなたの仕事は回復役ですよ。トルネコさんの方が良かったかな。氷を食らえ。これは氷の範囲よ。もっともっと俺に集まってこい。もうちょっと倒してからの方がいいな。あんまりこっち狙ってくる気がないのか。集まってくれないと倒すのがめんどくさい。進撃じゃない。やっぱジャック将軍がいた時は楽だったな。よし、いいのいる、いいのいる。おとりだ。ここでちょっと時間稼ぎをしてくれ。二人いたら大丈夫だろ。よし、俺は奥に行くぜ。これとっとと倒してくることを選ぶ。微妙にいるやつは王様の護衛だけで十分だろ。よし、アイテムゲット。メガンテの腕は、死んだ時に爆発しそう。キラパンさんと扉の万人をぶっ飛ばす。結構来てるから早く倒してしまいたい。ほら、いいね、固まれ。攻撃力アップ。この攻撃力アップの強さよ。いいわ、ミニデーモン、いいわ。キラパンだけ倒しとくか。アイコンさん外した、恥ずかしい。セザール、みんな結構怒るんだ。出るか。よし、出た。帰る。王様の体力は全然余裕あるな。敵の数も大したことないし、帰ろ。ちょっとこの辺から倒しておくか。攻撃力足りねえ。任せろ。やっぱこうかな。クロスカット。すげえ。大きくなっちゃった。これぐらいでいいか。でっかい時走れない。
王様がキラパンにいじめられてる。あーめっちゃ湧いてる。いやこっちだ。三角連打。王様の周りにたがってるんならこれでダメージを稼ぐ方が。ちょろいね。お前らちょろすぎ。ふう。敵があと一匹。ミレモン相手にその人数で囲みますか。もう中型中ボスクラスのモンスターいないから衛兵たちに任せよう。敵のボスを倒すことを優先してくるか。よし、歩調を荒らせて攻撃力アップ。ハイテンションよりこっちの方が強いんじゃないかっていう、そう思わせかねないこの強さ。でかくなってのサミダレギリの方がよっぽど強いんじゃないか。強すぎる。ナイス回復。ナイス回復。回復回復。やばいね。結構王様のとこ来てるから早く悪魔の騎士を倒してしまいたい。そいつ倒すと終わるんじゃねえかな。まだ終わらんか。よし終わった。どうだ。よしよし、ここが勝機と見た。我らも進軍するのじゃ。全速前進だ。来てるね来てるね。そう簡単には進め。あ、続き。やはりな、これだけの規模の戦いじゃ魔物の扉を大量に用意しておいたか。おりゃあ、力の限り進むのだ。とりあえず扉を壊すか。敵の増援もそろそろ終わりじゃないか。一気にやっつけてやるぜ。キラパン結構キラパンで扉を倒しちゃおう。扉だけ倒したらあとは必殺で一気に脱出してしまうのが早いって。プリズニアンアシスト。いやー、よし、え、ちょっと待って、次のが現れなかった。最後のもうゴー。さあ行くぜ。ライデン、ラミダレギ、ダイヤモンドラスト、クロスガッパー、もう適当だ。まとめて全員死んじまえ。行くぜ。
おりゃー、よし、だいぶ巻き込んだ。ここに来て、また新手なの。痛い。もう、負けるもんですか。応援もさすがにこれで最後だろ。気合入れていくぜ。レビオン号を守らんとな、とりあえず。動く石像、テザールがそろそろ溜まる。号令号令、燃えろ、レビオン王を守れ。ちょっちょっ、動く石像をとにかく倒さねば。シルガイアルテマゾード、アルテマゾード、どうだ、終わったか。まだアンクルホーンがいる。マーニャさんは溜まったな。さあ始まるわよ。とりあえずレギラマー、トットとドラゴラムの強攻撃で倒しちゃおう。結構体力やばくなってきてる。よし、早め早めに。中ボスクラスがやっぱ強い。いて、よし、中ボスクラスを全部終わらしたら帰っていったぜ。よし、絶好調だな。きつかった、なかなかきつかった。どうやらモンスターレア連合軍の進撃は止まってるじゃ。よくしのいでくれた。やった、俺たちが勝ったんだ。まだ早い。ダラローの姿が見えなかったわ。闇雲に行っても危ないから、精鋭部隊で行くぞ。私どもにお任せください。なかなか激しい戦いだったな。レベルも結構上がったな。メガンテの腕は竜のお守り。これは一旦リレミトだな。リレミト。とりあえずマーニャさんはもういいかな。俺の戦闘スタイルにはあまり合わない。さあどうしよう。ガボッチ、ガボッチ行く。まだ今のとここのメンバーで見てないのはお前だけだ。回復役トルネコさん、そしてオルネーゼ。一応やるとするかね。よし、これでいくか。また寄ってね。おっさん教えてくれよ。うん、よし。おお、十分のものがおるようじゃ。これよ。三河市アップ。スラッシュダイブ。両手剣士器用さプラス10。オート防御。マークした時にダメージを与える。パーティースキル。うん、横が良い。あ、新しい装備。おう、よく来た。クイーンガックス。ありがとな。もちろん。何がクイーンなんだ。スカが赤いところがクイーンか。そしてガーボ、さすがにちょっとこの装備じゃ戦ってられん。ありがとな。ガーボさん装備白王か、白いね。そして回復役はトルネコさん。
ってことは魔法のそろばん。ありがとな。お、紫色になっちゃった。また来てくれよな。で、装備をちょっと一旦回収します。あんまりお金ないんでごめんなさい。鋼のオープン力、守備力アップの方がいいかな。金の指輪、金のブレスレットは守備力は上がらないんだね。死亡締め鑑定はちょっとね。これ壊れんの？大丈夫？大丈夫っぽいな。竜のお守りは呪文耐性、これはでかいな。川のオーブはちょっと、三河市オーブ、ちょっと川のオーブは買うか。何買えようかの。鋼のオーブもう一個だけ買えるな。オーケー。うん、ではな。ご用は何だい？そして金の指輪が守備力アップだからな。これさらに上がるかな。鉄鉱石さらに守備力アップ。初めてだから演出ありよ。おお。さらに守備力アップ、さらに守備力アップ。鏡石があんまりない。どんどん守備力が上がっていく。青い宝石なんかないよ。さっきの竜の守備力上昇アップ。竜のお守りは呪文耐性だからこれめちゃくちゃいるよねっていう。小さな鱗はバトルレックスがドロップしたんだったかな。で、三河思想溶岩のかけら、オーケーオーケー。小さな鱗がない。バトルレックスをもっと倒さんとダメか。まあ、それ以降も結構レアアイテム多いな。メガンテの腕は。そして、守りのペンダント。これも悪くないよね。ひるまなくなると。でもひるまないはひるまないで危なかったりするんだよね。吹っ飛ばないとは別かな。ひるまないだけかな。小さな骨、えかつ鏡石が。いつでも寄っとくれ。よし。はいつの間に。ご協力お願いします。クエストが追加されてる。いやしいし、小さな鱗、今さっき使った。そういうのやめてくれよ。帽子、あ、ラッキー、ちょうど2個ある。オアシスに住まう強いやつ。あれ、ストーンマンを倒してこい。まれにしか見かけない。頑張って見つけるしかないんだね。受けとこう。ちょっと探しに行こうね、後で。もうこれちょっとびっくりしたわ。今から出てくれることを祈ろう。素敵な帽子を作りたい。おめでとうございます。金の指輪。お気をつけて。ちょっとここに期待しよう。こんにちは。どうだ、竜の鱗。竜の鱗、そんなものはない。
清めの水もあんまりないからちょっと交換は勘弁。また来てくださいね。まあいい、そのうち手に入るだろう。よし、セーブして戦線に戻ろう。ようこそ。さあ、神に祈りを。お願いします。はい。